丈夫。カイト君ならきっと夢を叶えられるはずです。そういうこと。そんじゃまあ一つよろしく、アキトン。アキトン。それにしても女の子が部長のロボット研究部なんて珍しいつうか。アキホちゃんはロボットは大好きなんですよね。もちろんロボットは人類の夢でありロマンだからね。考えただけでたぎる。こんにちは、お急ぎですか。いや、別に急いでません。ファーストガンバムに出てくる合言葉ね。あっそ、まあ、でもアキちゃんは相変わらずだよね。安心したよ。そう別に褒めてはないけどね。それからこちらが、クチュンナです。今はスペースアメ社という会社で働いています。おお、南国風健康少女来た。これっ、褐色美少女っていうのは需要はいまいちだけど、これはこれで捨てがたいジャンルの一つなんだよね。ダル王子さん、よろしく、ジュンタン。その、よろしく、お願いします。ダルおじさん、言っておきますけど、彼女たちにはくれぐれも。わかってるって、安心してよ。なんたって僕は、紳士だからね。私の聡明そうな彼は日高スバルと言います。ロボ部の現部長をしています。何か。いやいや、日高君ね、よろしく。で、ちょっと待ってください。なん、その呼び方何なんです。呼び方、日高キュン、なんか問題でも。あ、もしかしてスバルキュンの方が良かった。いや、僕が問題にしているのはそのキュン。ん、そのキュンという呼び方であって。じゃあタンの方がいい。スバルタン。そうじゃなくて、普通に呼んでくださいと言っているんです。だが断る。な、あ、つうことはもしかしてこっちの彼女がホウジロフラウシ。な、な
なぜそれを。だってキルバラ作ったフラウコージロ氏でしょ。天才プログラマーとして有名じゃん。有名人つらすぎ。ボロと本名はフルゴーレコナちゃんって言うんですよ。 いきなり初対面の人間に向かって本名を明かすとは何たる鬼畜の所業。プライバシーとはどこへ行ったのか。何か。いや、目をするような目つき。さては頭の中で私にあんなことやこんなことしてるんでしょう。エロ同人みたいに。コナちゃん、とりあえず落ち着いて。姉様、ちょっと聞いていい？おじさん、私もそのナエ様って呼び方いい加減よしてくれませんか。え、なんで。だって子供の頃ならまだしも、この年でそう呼ばれるのもさすがに。でもナエ様はナエ様だ。つかもはや他の呼び方なんて考えられんし。橋田氏の言う通りだと思われ、ナエ様もナエ様で他の何者でもないですし、お寿司ですよね。そうは言ってもやっぱりさすがに恥ずかしいですよ。恥ずかしいというならなおさらやめるわけにはいかんね。むしろみんなにナエ様と呼ばれて周知に頬を染めるナエ様希望に。逆に存在になるってのもありかと。というわけでみんなナエ様って呼ぶべき。っていうか呼べ。でもどうしてもって言うならナエ様もその呼び方やめてくんない。そしたら考えてもいいよ。やめるってダルおじさんって呼ぶのですか。そう、これでも僕はまだ若いのだぜ。せめてダルお兄ちゃんって呼んで。できれば上目遣いでですね。わかります。ねえカイ、あの二人なんか似てる気しない。奇遇だね。俺もそう思ってたとこ。はあ、じゃあ今まで通りでいいです。わかったよ。じゃあ今度からナエタンって呼ぶことにするよ。それなら一緒。だったら私は橋田さんって呼ぶことにします。じゃあ改めてナエタン、そっちのおにゃの子を紹介してくれる。個性には見えんけど。いえ、私は
彼女はまだ14歳で部員ではないんだけど、まあ仲間というところです。おふん、14歳何か。いやいや、特に深い意味は。あの、橋田さんはお祭りを見にいらっしゃったんですか。お祭り？おお。あれ、違うの？この時期島に来る人って言ったらみんな鉄砲祭りに来る人たちだから、てっきりそうかと思ったんだけど。そう、その通り。鉄砲祭りに来たんだ。僕昔から鉄砲伝来とか興味あってさ。へえ、橋田さん歴史とか好きだったんですね。もちろん。これでも戦国時代には詳しい方だお。剣心譚とか激萌え。それ、エロゲじゃね。今年はいつもの鉄砲祭りとは規模も段違いですしね。そうなん。ほら、よく見てください、あそこ。